はい、と2020年4月28日ドラクエウォーク、本日は書生の筆を使ってメラの通りがいいんでそこら辺でテストをしていこうというのが、これ本当に現在装備してるこの筆がね、まあ呪文の通りにねミスなくてね通りがいいんですよ。で1600ぐらい入るかな、そんなんでそこら辺でテストしていこうということなんですけど、これ魔法使い系の装備を最初やってたんですけど、ここら辺アリアハンのところに入れずやっとったんですけど、それがまたねダメージ食らうんですよ。なんてあれ、サイコなんとかで、あれ調べたらね、あれって何ドルマに見えるんだけど、魔法とかじゃなくて、あれなんだあれ、斬撃じゃなくて大義かなんかになるのかな、物理攻撃になるのかな、なんですけど物理攻撃だから、じゃあスカラとかでやればいいって言うんですけど、スカラでも別にあれだもんね、波動で止められるし、だから対処のしようがないんですよ。ゾーマ耐性の武器を持っていく、これ魔法使い系のね装備入れると、ね、200ぐらい食らっちゃうんですよ。でこれアリアハンにして耐性があるんで、それでなんとかならんかなって。でさらにさらに、じゃあねどうやって防ぐのということで、さすがドラクエウォークの運営さん、そこら辺の対策をねなんかね残しとるっていうのがね、これアリアハンのためにビッグシールドがついてるんですよ。まあ、ビッグシールドでいけんのかっていうところで、そこまでやってみようかなって。筆が通りがいいってミスがないから、筆メインとか要は魔法系の攻撃でメインで倒したいんだけど、そうすると防御面が脆くなるんで、特にこの心が漏れんっていうのもありますよね。防御系がね魔法系にしていくと、ここどうだろう、ゾーマが入ってくるとヒャド耐性が入るから防御はねペラペラだけど、ここが変わるぐらいか。そうするとまあまあゾーマ入ってもさらに S 取れたら試してみたいかなということなんですけど、まあね、とりあえずやっていきましょうということで。で、これさらにね、回復がね、見ての通り星4なんで、120、120、240ぐらい、かなりきつい戦いになると思いますけど、まあとりあえずね、やってみましょうということで。試したいのはやっぱりですね、筆が通りがいいもんで、筆でできれば行きたいんだけど、いわゆる魔法系、メラで。これ、だからメラ2班とかの理想じゃないかなと思うんですけど、そうすると防御が足らん。私のね資金力じゃないけど、そのケチケチ無課金ドラクエウォーク生活動ではね、ここら辺の防具はねアリアハンしかないからね。だからこれあれなんだろうね、アリアハンを全員分配ったんだろうね。要はこれゾーマで結局そのサイコなんとかありますが、あれだとヒャド盛りとかしたって何ハテナハテナだから、系統で持ってってもダメですがね。すると結局この辺のゾーマ体制の防具、今のガチャで出てる。それしか盛りようがないですよね。対策として。心じゃ難しいんだよね。なんだけど、このアリアハンについてるビッグシールドで対策できるから、体力が減ってたらビッグシールドかけてくださいみたいな、なんか運営さんのサインかなって。あれ、おひな、なんだあれ、ピンクのまんじゅうスライム。あれの時でも結局その段階このね、攻略法というか糸口は残しとるから、全く何にもできんっていうような風にはしてないから、まあ多分そういうところで対策できるんじゃないかなということで、とりあえずやっていきましょうということで。筆の通り本当にいいんですよこれ。あ、そうか、魔力覚醒もいっぺん見たいね。これはね雷神のゼロ突無突です。まあそのままここら辺打ってきますね普通にね。筆がいいんですよね。魔力覚醒ってどっちがいいんだろう。これあれって凍てつくで消されるんかな。ちょっと後でいっぺん試してもいいですかね。1600ならここの低いが A になる。ここがゾーマの S になる。が、まあまあ理想系、割と。現在で言うと。低いもなんとか集めたいですよね。ここら辺があれだもんな、スカラとかバイシとかやっても全く意味ないもんな、もうな。これでどんどん行きましょう。バフが切れたら、あれやってみますわ。魔力覚醒を。いきなり消えたか。いきなり消えたか。いきなり消されたか。まあまあまあ、参ったな。参ったな。じゃあ、ここで一遍魔力覚醒やってみよう。どれぐらい与えるだろう。マヘドが怖くないっても恐ろしいな。遊んでもやっぱあれだな。耐性ないと100食らうな。きついね。きついね、今のね。あれだけでもでかいな。アリアハン装備だけじゃあかんか。心が持ってないっていうか、心が耐性ないとあかんすかね。ちょっとこれ魔力覚醒一遍やってみたい。どんなもんなのか。これだとなんか先が思いやられるな、ダメージがな。めっちゃきつい展開になんかなりそうなんですけど。攻撃面は足りとる。防御だけだね。魔法系の防御をいかにどうやって持っていくか。食らうな。ここら辺はそうだな。だから魔力系でもこれ何王者とかそこら辺の装備していった方がいいってことになるの。それはまあ雷神2本で1900か。
覚醒して2000ぐらいだったら普通に1600で2発撃った方がいい。なんか、あ、そうか、バフが溶けとるでか。じゃあ次普通に撃ってみるか。バフが溶けたとこも見たいな。マヤドはいいよ、マヤドならいいよ。それでも死にかけるけどな。補修の回復量じゃ限界があるな、本当にな。タクとかなんか振ってこんとな。2000ぐらいですか。バフが溶けて魔力かくってことは、バフ溶けていくと1000ぐらいってこと。バフかかっとるとき1600が1000ぐらいか。そう考えると無理にメラゾーまでいかんでもいい。ミスがないでいいんだよな、あの計算しやすいもんで。あそこら辺のなりマヌサ関係を意識しんでもいいもんでね。雷神がそうだな、ずっと通りはいいんですけどね。それがなかなかあれだもんな。やっぱりいいよね、いいよね、いいよね。気にせんでいいもんね。さて、そろそろ来ますか、来ますか。氷の息じゃない、もうちょい体力減らなこんよね、多分。あのスーパー攻撃が、あれがな、何、大義なんだね、斬撃じゃなくて。これまだ魔力覚醒効いとる。もうそろそろ来るぐらい。ここら辺でビッグシールド打っていくといいってこと。さて、これがね、無差別キャドだよね。ここはいいんだよね、ここはまだいいんだ。一発与えたらか。ここでもう一丁、もうちょい行くか。もう一旦行くか。もう一旦行くか。これが切れた時、1300。だったら別に覚醒死んでもいい。1300で覚醒して1900ぐらい。さて、次っすね。次っすね、次っすね。この最高キャナン、最高キャナン。これがあの、大義なんですよね。まあ、今の耐性って出てましたかね。あれがだからこのアリアハン関係持っとって耐性になるってこと。ほら、きっついですことない。死にかけますことない。ここでじゃあ、ビッグシールド爆弾で行きたいんだけど、これ、あいつ死にかけるね。それ試してみたいな、いっぺんな。ビッグシールドちょっと爆弾をやってみましょう。こいつが死ぬかな。どう思う、どう思う。やられるな。いや、死に発で耐えれるかな。ビッグシールドで耐えたらあれか。どれぐらいになるんだろう。ビッグシールドなら結構あれだな、防げそうかなと思うんですけどね。ここはかけれんな、ビッグシールドかな。かけれんな、さすがにかけれんな。まあ、要はあれだね、楽して勝ちたかったら、何、あの、王者シリーズを、あの、いっぱいジェム使って引いてくださいっていう運営さんのサインになるね、これはね。それぐらいの設定にしてあるもんな、回復量が追いつかんね、なかなかね。マヌーサ来た時いいんだよな、そうそうそう、これがいいんだよ、それがいいね、メラゾーマに息が、色気出したんですよね。で、さらにこれ、今回、ゾーマのね、心が入ると、ここめっちゃ火力上がってきますからね、もちろん防御スカスカになるけど。それがでかいんだよな。さてと、さてと、さてと。あ、でも波動で消されたね、ビッグシールド。意味ねえか、意味ねえか。消えとるよね、消えとるよね、あれ。ビッグシールド消えるの？消えとるよね、何にもかかってないよね。意味ねえ、ビッグシールドきつい？どうでしょう、どうでしょう。ビッグシールド作戦したいんだけど。最高キャノン。こんなとこでビッグシールドかけとる暇ないか。いてつくを打ってくるもんであれか、ビッグシールドが永久に効くってわけじゃないんだな。これは打った方がいいな。もうこんなとこでビッグシールドかけとる場合じゃないもんな。うまくあれか、雷神がかからんでよかったね。メラゾーマでもいいすことない、これ。マヌーサ食らっても気にせんでいいで。これガチで火力出せる人だとどんなもん。4トスとか行くと2000ぐらいとか見えるの、これ多分。お、防いだ、防いだ。そうだね、防ぐからやっぱあれなんだね、体型なんだね。あらあら、やられましたね。さてと、さてと、さてと、これで回復する。向こうで回復した方がいいな、これ打った方がいいな。さてと、これは行って、これが星用の辛さだな。対策がないとなかなかきついとこだな。そうすると世界中使います。で、癒します、癒します。間に合わんね、間に合わんね。2発来たら終わるね。最後キャノン来て、あれ来たら終わるね。さて、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 終わるな、終わるなーというとこか。これ一回回復に回した方がいいね、このターンね。あの、諦めていった方がいいね。これ捨てて、捨てて、ちょっと待てよ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 。これで回復に行きます。回復全員行きます、全員行きます、回復行きます。回復です、回復です。これが辛いね。星4しかないと結構辛いんじゃないの。
これ心的にもバラもスデネス2つあって、まあまああれなんですよ、揃っとる部類だと思うんですよ。マヌーサがラッキーターンになっちゃうんか。そうすると呪文系でもあれなんだね。一応はこれ200ぐらい食らってたのがアリアハンつけたら180とかバトマスとかと変わらんぐらいになるから、これがあれだね、解消した方がいいね。この漢字の難しい読みにくいやつね、腹痛でね、腹痛って言っちゃいますけど、これで回復してメラゾーブも打ちます。ここら辺がね、やっぱね、それあれだもんな、王者持ってりゃ王者の方が一番早いだろうな。攻撃シーンでもいいぞ、癒しでいいぞ。そこはサイコキャノンがそうだな、ダメ変わらんぐらいになったね。魔法使いでも200ぐらいで結構きつかったんですよ、私魔法系の防御しとったら。だからそれがもったいないよね。せっかくメラゾーまで攻めたいんだけど、ここら辺が魔力系のね防具つけれんもんで、結果的に火力を落としちゃう。でもあれだもんな、あのサイコなんとかがあれで食らうもんな。てかあれ防御もろうがなんだろうが、耐性もりしなあかんってことだね。要はゾーマ耐性しかないってことだね。ゾーマ耐性の防具って確か3つか4つぐらいしかなかったはずなんですよ、カンダナと王者シリーズとで。王者シリーズあと どれだった、もう1個あったんか、ちょっと自分で持ってないで、光の鎧だったかな、ちょっと後で見てみるか。だからそこら辺あんたらのあれだもんね、耐性盛りできんってことだもんね。なかなかシビアだね、シビアだね。これでも回復しとるスコアですけどね、星4にしたら。サイコキャノンはただこれ2発撃ってこんのが救いだろうね。2発撃たれたら終わるわな、これはな。まあヘアドきついんじゃない、一番後ろ耐えたか耐えたか。なかなか地理になってきましたね、なってきましたね、なってきましたね。なかなかね、なかなかね、もうここがやっぱあれだな、星52セット欲しいね。星52セットか、星4と星5ぐらいだよね。星4はきついよね。マヌーサがラッキーターンだね。魔法使い、ああ相手つくで消すね。結局ビッグシールドきついかな。そうするとビッグシールド作戦いけるかなと思ったけど、これ安定シーンね、相手つくが鬱陶しいな。あれ消されてるね、確かね、さっきやってたのね。かける暇がないもんな、それやるならもう回復したれとか攻めたれってなるもんな。180までかいけど、確かにな、これまあ言い出したらあれだよね、癒し2人とか本当あれだよね、安定回復だ、まあ、それぐらいの人になると王者で攻めた方がいいっていうのになるわな。一応あれか、魔法使いにアリアハン出した耐性防御ならなんとかとこすか。まあいけそうだよね。 MP 的にも切れんか、バトマスが枯れてくるってことか。結構でもこの魔法使いアタッカーで今回のこのイオラの杖、勝手に言いますけど、なんだラーミアだったか、自分で当たってないで、おっとっと、これはマイクは回復シーンでもいけるかな、どう思います、行ってみようか。このまま回復した方がいいな、回復した方がいいな、やっぱおった方がいいな、おらんよりおった方がいいな絶対。それで回復します。問題はこれあれだよね、なんてあれ名前が、でこの最高アタックだったか、あれが何連続攻撃してこんっていうとこあれだろうな。まあそのラッキーターンなんでしょうね、あれ2ターン連続やられたら多分終わるだろうな、きついよな。ベホイミ打つか、あそうか、ガンガンでもベホイミか、できればあれだな、メラゾーマ打ってほしかったけど、まあどうでしょう、いけると思うんですけど、これぐらいになったらこれがもうラッキー攻撃だもんな。このサイコキャノン以外があれは大義なんだね。斬撃でもいいよな、まあどっちでもいいけど、なかなかあれだな、考えたな運営さん、ほんと考えたね。魔法系持っても防げるもんね、結局耐性盛りしかないってとこだもんな。耐性盛りが欲しかったら防具を当ててくださいってことだもんな。よう考えたな、まあ本当に考えたな。これはもう当初から予定通りだったんでしょうね。そんなもんね、アリアハンにね、救済用地としてビッグシールドを全部残したんでしょうね。なんでビッグシールドあるんかなと思ったわな。まあいけんことはないけど、世界中いるね。星4じゃ多分回復足らんわ。ただメラゾーマいいっすことない。そうだな、防御面これ回復が足りや、多分今だとこれバトマスでも賢者、要は魔法系の賢者でも食らっとるダメージが合わんかったから、どうでしょうまあ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 、まあ、これ安定だね、安定だね。まあとりあえず回数こなしてきたら S2 個は多分届くんじゃないかな、楽観的に考えとるんですけど。そうだね、防具がある、回復があると賢者系のこの攻撃生きる、だったら雷神とかで攻撃した方がいいってありますわね。手持ちのあと組み合わせかね、
ラーミア持っとるならマヌースは解消できるから魔法系入れんでもいいもんね。一番火力出るやつ入れやすいもんね。もちろん自分の手持ちで魔法系で火力出るってのは別ですけど。ということで、ちょっとこの防具見てみましょう。確かね、対策がね、どれだったかな。これ違ったよ。ないよ。これバラモスだけだもんな。鎧の上でなかったかな。下は私持っとんすよね。これそうだな、バラモス耐性だけだもんな。鎧の上だよね。これがゾーマ耐性 20%。 これだけだもんね、唯一。王者で言うと。それから、カンダダで言うと、どれなんだろう。カンダダで言うと、マッスルパンツはバラモスだけか。で、ボディの方が、ボディがゾーマか。全部あれなんだ。鎧関係がゾーマ耐性なんだ。で、マスクは？マスクが逆にゾーマへダメージ与えれるんだ。カンダダ装備の方がいいってこと？耐性的には。上があるから、攻撃もあるから。でも通りがいいのはデインだもんね。あ、そこら辺でも持っとるのあったら分けてもいいか。頭やったり体やったりとか。あ、でもあれか、属性がちょっとおかしくなるか。そんでもまだ耐性盛りあれか。まあ、それぐらいの人だったら多分ご利用しできるだな。これが？そうだね、マヌーファーがあれば別にあれだもんね。耐性盛りしてきゃ防御面気にする必要ないもんな。あ、別に処性を無理にいかんでも、雷神2本持っとんなら雷神とかでもいいですよね。これライデインとかがあとあれだね、心とかでデイン系持ってけるとまた話が変わってくるでしょうね。で、ラーミアの下が、これがバラモス耐性だけか。バラモスはまあいいわ、別にあれば。耐性じゃなくても。これもそうだね、ラーミアの上がゾーマ耐性、全部上が耐性なんだね。で、頭がダメージか。一緒だね。頭がダメージ、鎧が耐性ってことか。そういうことですか。ちょっと待ってくださいね。ちょっともう一回。あ、王者の頭のようになった。頭どういう風だった。自分で持ってないと頭に入らんもんな。ガチャ引いて当てなあかんねん。そうだね、やっぱ頭がダメージ系だね。で、鎧が耐性系なんだ。そんなんであれか、鎧系を持っとった方がってとか。あ、そういうのがあると魔法使い系でもあれか、持ってきゃ。そうすると何、ヨナズンとかで攻撃するってのもありってこと。も持っとるって仮説したら、持ってない人はこんな感じになるってことか。だからビッグシールド作戦ちょっと失敗だったね。いけるかなと思ってないけど。鉄具であれ消されるんだな、多分な。と、まあそんな感じでやってみまして、どうでしょうか。初戦が私結構通り良くてね、本当にこれ、今回ゾーマの心が S が、まあ入ったと仮説すると、これだんだん構成が変わってくると思うんですよね、ここら辺がね。これが変えるか。だからここら辺でも客観案件になってくるでしょうね、だんだんね。宝石ゾーマがまあ確定モード。だからあれだね、ヒャド耐性もあるから、高難易度とかね、ごっついボスとかでもだんだんやれますもんね。メガモンとかでもね。で、火力出せるしね。何より魔法系はね、ミスがないですからね。安定してダメージ出せるもんね。それが地味にでかいかな。で、ちょっと火の目を見れる瞬間になってきたのかな。で、耐性はまあ、あとあれだね、防具当ててラッキーパンチに持っていくしかないですからね。とまあそんな感じね、とりあえず初生なんかに目をつけてね、ビッグシールド作戦でいけんかなと思うんですけど、やっぱあのサイコなんとかがわかんない、あれね、大義なのか斬撃なのか、結局攻撃系だもんね。ビッグシールドぐらいか、耐性盛りしか防げんってことだね。防御力かけてもスカラでも効かんから一緒ってことだもんね。まあね、そんな感じやってまして、夜の部なんかではもう一回あれか、ビッグシールド作戦なんかで別のパーティーなんかでまあなんかテストしてみたいかなというところで、はい、ということでそんな感じ、おりー。